皆さんこんにちは、プテモケレンチの時間です。前回は割とシンプルな動きをグラフエディターで作成したので、今回は加速・減速のポイントがいくつか存在するアニメーションを作る際にグラフエディターでどう編集するのかを見ていきます。奥から勢いよく出てきた図形が途中で減速し、じわっとゆっくりと手前に動き、最後にまた加速して画面手前に迫ってくるといった動きです。では早速行ってみましょう。まずはコンポを作成します。今回はサイズを幅1080、高さ1080にします。フレームレートは24とし、デュレーションは4秒とします。背景を作成しましょう。コントロール Y を押して新規平面を作成します。好きな色を指定してください。ショートカット Q を押して長方形ツールに切り替えるか、ツールパネルから長方形ツールを選んでください。塗りをオンにして、線は不要なのでオフにしておきます。ダブルクリックして長方形を作成します。シェイプレイヤーのコンテンツから長方形を展開します。開始フレームでサイズを0にしてキーフレームを打ちます。その後時間を20フレームほど進めましょう。シフトページダウンキーで10フレームずつ時間を移動させることができます。20フレームでサイズを400にします。この辺の数値はお好みで調整してください。次にじわーっとゆっくり大きくなるアニメーションを作成のために80フレームまで時間を進めましょう。サイズを500に変更します。最後に終点に時間を移動させます。エンドキーを押すことで現在の時間を終点に移動させることができます。ではサイズの値を1200に変更します。これで基本となるアニメーションは完成しましたので、グラフエディターで調整していきます。グラフエディターの起動はこのアイコンです。こちらをクリックしてください。グラフに表示させたいプロパティを選択します。今回はサイズです。今回作る動きでは値グラフよりも速度グラフの方が正確なデータを作ることができます。値グラフでもパッと見だと問題ないアニメーションを作成できます。なぜ速度を使うのかの理由を詳しく解説したいので、まずは値グラフで編集していきます。速度グラフの方はグラフの下にあるこちらのアイコンをクリックして値グラフに変更してください。ではまず最初と最後のキーフレームを選択して F9 を押します。初速から勢いのある動きをつけたいので、ハンドルを掴んで上に引っ張り速度と影響を上げます。最後のキーフレームも勢いが欲しいので速度が出ている状態を作ります。ハンドルを下げます。次に2つ目のキーフレームを選択してシフト F9 を押します。これは Easy Ease In というもので、入る速度のみを調整するハンドルを表示してくれます。今回の場合、勢いよく飛び出した図形が途中で減速してその後じわーっとゆっくり動くというものなので、出る速度を調整する必要がありませんので Easy Ease In を使用します。例えばいつものように F9 を押して緩急をコントロールするとした場合に面倒なことが起きます。実際にやってみましょう。 F9 を押します。こんな感じで入る速度に加えて出る速度のハンドルも表示されました。じわっとゆっくりとした動きでは緩急は必要なくリニアな動きが望ましいので、出る速度のハンドルも調整する必要がある F9 では面倒になります。なので今回のようなケースでは F9 を使わずにシフト F9 を使用します。ではグラフを調整していきましょう。勢いのある動きから減速してゆっくり動くというのを再現するには、入る速度のハンドルと次のキーフレームまでまっすぐ伸びているグラフの角度を合わせてあげます。現在入る速度のハンドルは水平になっていますので、
次のフレームに伸びる線に合わせてハンドルを調整してみましょう。次に3つ目のキーフレームを調整します。選択して今度はコントロールシフト F9 を押します。これはイージーイーズアウトです。先ほど適用したイージングと逆で出る速度のみを調整できるハンドルを表示してくれます。同じようにハンドルを調整します。まっすぐ伸びる線の延長線を意識してハンドルを調整してください。うまく調整できたら再生してみましょう。アニメーションは再現できているでしょうか？私の編集したアニメーションだと、パッと見は問題がないように見えます。が、値グラフでは速度の編集が目分量になるので、正確なデータではない可能性があります。では、速度と値を見比べてみましょう。グラフ下のアイコンをクリックしてください。その中から参照グラフを選択します。2つのグラフが表示されました。参照グラフは値グラフと速度グラフの2つを表示してくれます。これらはリアルタイムでグラフの変動を確認できるので便利な機能です。例えば値を動かすと速度グラフの変化も見ることができます。では、速度グラフを見てみましょう。このラインが速度グラフです。よく見ると、入る速度と出る速度が同じではないことがわかります。ポイントがずれています。少しのずれはアニメーションを再生した時にそこまで気にならないものかもしれませんが、正確に作れるようになることを考えて修正方法を2つ紹介したいと思います。ではまず、速度グラフに切り替えましょう。入る速度と出る速度のポイントが合わさっていないので、速度が統一できていないことを表しています。なので、こちらの入る速度のポイントを出る速度のポイントへ合わせてあげましょう。グラフ下にあるスナップアイコンをオンにして、スナップを有効にするか、コントロールを押しながら一時的にスナップをオンにした状態でハンドルを操作しましょう。ポイント同士が重なれば完成です。グラフを拡大しているとスナップが効かないので注意してください。これで OK です。2つ目のキーフレームは修正できました。では3つ目のキーフレームの速度を修正します。次はもう1つのキーフレーム速度を使った修正方法を見ていきます。まず3つ目のキーフレームを選択して、コントロールシフト K を押してキーフレーム速度を開きます。出る速度が入る速度と同じであれば問題はないので合わせてあげましょう。入る速度の次元にある値をコピーします。次に出る速度の次元へ貼り付けましょう。これで2つの速度が同じ数値になりました。では再生してみましょう。カクつきや止まる瞬間などがないでしょうか？もしも動きに違和感がある場合は、グラフの調整がうまくいっていないので見直してみましょう。同じ要領で回転にもキーフレームを打ってみるとこのようになります。操作を覚えるといった意味でも時間のある方は回転も加えてみてください。いかがだったでしょうか？グラフエディターは便利な機能で、アニメーションには欠かせないものです。特に加速・減速を繰り返すような複雑なアニメーションではグラフエディターを重宝します。いろいろな動きをグラフエディターで管理できるように反復してみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。